どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。ガベージランドサックスワップ、沼に使ったゴミの島ということですね。で、沼といえばありがたいことに僕の動画に沼っているっていうメッセージをちょくちょくいただきます。で、そこで一つ思ったんですよ。この変なチャンネルピオキングがピオキング等だとしたら、皆さんはゴミになれます。いや、それをせっかく見てくれてるみんなに失礼だよな。ちょっと言い直させて。頭おかしいと思う。それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 1.04%。 そういや、さっきさ、うまかっちゃんっていうインスタントラーメン食べたんだけど、いや、県外の方マジ知らないでしょ、うまかっちゃん。いや、そのうまかっちゃんでマジうまかっちゃん。ちょ、待て待て待て、開幕サボテンや。いきなり攻撃してくんなって。うまかっちゃんの話してるじゃんか。うまかっちゃんの話をさせろ。すぐ右に逃げろ。やめろ。今10秒でさ、3000強ぐらいしたんじゃない？じゃあ上に行こうか。いや、ちょっと待て、あのブラパの裏青ブロックが見えるよ。だからこんだけ入ったら青ブロックが変わるみたいな、そんな感じなんじゃないの？夢みんな。なら上行きます。ただ素直にあの扉に入らせてくれるとは思えないな。ほらな。じゃあ僕はどこに行けばいいんだ？上か、上らしいよ。そういやさ、最近絶叫した時の声のレパートリーを増やしたいなと思うわけなんですよ。例えばとか、でーとか、ここだーとか、もう全部同じような声じゃん。だからいろんな声があったらね、もっと面白くなりそうだなと思うわけなんですよ。トゥードはまた違うようなヒントを出しときやがって。そんなんわかるかーっていつも言ってるんだけど、これを違う声で言ってみたいんですよ。例えば、そんなんわかるかそれはキモすぎだって。てかさ、さっきのトゥードアって何？右下のドアダメでしょ。で、上のドアもダメ。ここで左押しっぱしてみようか。左押しっぱしてもいけない。いや、下に降りる以外ないんだよな。ここで隠しブロックを出さなかったら先に進めるみたいな。で、ここで上押しっぱしてみよう。あー、なるほどね。リフトが上に上げてくれるのか。これでオンオフが変わってるから先に進めますよっていうことなんじゃない？ほらほら、やっぱりね。さあ進んでいこうか。そして次はどうやって行くの？これつららちゃん邪魔だよ。また左にヒントが書いてんだ。いい加減にせっか。多分今のヒントはこのブラパンところだと思いますよ。ただ中に行ってもダメだったから一旦右に行ってみようか。これでオンオフがさっき変わったから、ここで下の方にリンクが出るっていうことなんじゃない？でもさ、下に降りたらやられた判定になんないの？いや、降りれる。これ下に降りてやられない？あー、いけるんだ。なんか下にリンクがあったよ。なるほどね。これで先に今度こそ進めるでしょ。さあ、土管に入りの、つららを越えていきの、その先に靴があるのが分かったんだけど、この靴んだけ何かあるんじゃないの？一旦踏んでみようか。ほらね。で、下に行ったらやられると思うから、こっから右にジャンプだ。見たか。もっとさ、敵をポーンと飛ばしてきて僕をやってくれよ。ヒントばっかりだったらね、どうリアクションを取っていいかわかんないのよ。いや、待て、これはチャンスだぞピオキング。僕はリアクションだけじゃなく語彙力たっぷりだっていうことをみんなに証明したい。だから見てて、みんな、僕のこの語彙力は。ここは来るだけ敵よ。来るな。裏にキノコが来た。何言ってるか全然わかんねって。こんな嬉しいコメントももらうんだけど、ピオキングは何を言ってるかわからないのがピオキングクオリティみたいな。いや、そんなんでいいの？そんなんだったら実況めちゃめちゃ楽になるんだけど。じゃあ今からバギョーとかだけで実況やっていこうか。ダダーン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 ビビブダダーンバーバババ。こんなんさ、初見の人逃げちまうよな絶対。まあいいですよ。僕はね、コアなファンの方が増えてくれればそれだけで嬉しいですよ。早くチミさせろ。お前いい具合で避けるんだ。さっきなんでそんな避けれなかったんだ。じゃあここで真ん中に行きます。はい、チミになれた。で、そろそろね、中間ポイント待ってほしいよ。さあ中間ポイント、顔を見せておくれ。まだないのか。あのクパクラの中とか怪しくない？で、ここどこ行く？うわ、1/3。まあ、このツタが落ち着くまで待ってみようか。で、上に行きます。いや、ちょっとこれ難しくない？いや、上バーがあるな。だからこのまま上がって大丈夫。さあどうしよう。これさ、カロの甲羅とか怪しいね。じゃあ下に行ってちょっとタックルしてみようか。いや、このまま右に行っちゃっていいんじゃない？で、ジャンプ、うまっ。で、ここに入ります。入れませんね。いや、今なんかキノコ取った音聞こえたね。ここ中間なんじゃない？ほらほら、中間ポイント取ってる。で、これどっち？右すげえ怪しいな。こっちの土管と左の土管。いや、左が正解と見せかけて、こっちが実は正解なんじゃないの？嫌な音楽が流れてますけど大丈夫？いや、上に
ダバダじゃないんだよ。これなんて書いてるの？ BANME バンメ。それはダメ。こんなんわからんて。右と左完全に2分の1じゃんか。ヒントを出しておいてくれよ。右はダメみたいなさ。上から何か下からかい。うまかっちゃんの話どこまでしたっけ？いや、うまかっちゃんの話でね、絶対したいことがあって。もうそういうのやめろって、後出しじゃんけんみたいなやつ。もううまかっちゃんの話全然進まんやんか。じゃあこのリンクは取れないでしょ。じゃあ右のリンクを頑張って取ってみようか。僕の技術ならいけるはずさ。よし、次こそ話を続けれると思うよ。うまかっちゃってね。はだー。え、このリンク取れないの？ここでジャンプしても、うわ、かわせそうにないよな、あのブラパー。で、うまかっちゃってね、豚骨味だけで5種類も味があんのよ。なになになに、ボムちゃんどうした？なんでそんなとこ埋まってんの？これは何？リンク頼む、こっち来い。もう分かったもんね。近くの場所に行ったら逃げておく。そしてここでボムちゃんを踏めばいいんじゃない？ちゃっかせ。まずい。テンポが悪いかいいか分からなくなってきてる。ここで踏んでおこうか。そしてこの場所でちゃっかして待っておけば、あの土管に入れると思いますよ。リンクはね、取らなくていいんじゃない？どう考えても全部取れないように作られてるもんな。じゃあここは僕は何もしないでいい。ドクルマン、今のはやられることに意味があった。ドクルマンだ。ここでトゲゾウが出てきたのが分かった。そしてこの先、また沼。上は違うよね。上行ってみたい気持ちもあるんだけど、まあ下からが正解でしょう。うん、ハート可愛いな。中に入ってるやつは可愛くないけど。サンボ可愛いっていうやつあんまり見たことないよな。ごめんみんな、上だけ行かして。ほんとここ何があるか気になる。え、なんかどっか行っちゃった。分かった、石エッジの方に出てくるんじゃない？まあ上に行ったら何があるかすっきりしましたね。ここはジャンプする。そしたらオンオフが変わるんじゃない？あれ変わんないね。ジャンプして左。ああ、こんだけでよかったのか。はいはい、じゃあ扉に入っていきますよっと。で、これは何が出てくる？魚！常に右だ。多分この辺で大丈夫だと思いますよ。何がだよ。一番右から一マス開けたこの辺、この辺だったら大丈夫。オーケーオーケー。で、でもっかいドアには戻れって感じかな。上には行けないもんな。じゃあドア戻ります。こっから何が変わってる？右上に行けってことだと思うけど、どうすればいいのこれ。右か。はいはい、上に土管が見えたぞ。ここ上で間違ってはなかったんだ。で、この辺に土管があるのが分かったよな。さあ土管に入っていこう。で、そろそろ中間ポイントあったな。うわ、どうしようこれ。僕は何もだ。面白いじゃねえか。このシーソーの使い方はマジでうまい。じゃあ一番左で大丈夫。これで俺の勝ちだ。負けー。上のリフトに乗っていいのかな。これ行っちゃっていい。キモい声出すなって。タイミングはマジでわかんねえな。こんくらいで、もう一回ジャンプしようか。オーケーオーケー。そしてこれはどうやって進むんだろう。これは取れそうにない。あ、この敵を落とせってことか。敵を落として先に出た出た。左を壊しやがって。じゃあこっちは何よ。知り耐久みたいなのが来ましたけど、まあ、どういう知り耐久だい。面倒かぶって、あー、なるほどね。面倒かぶってるからこれちょっとやられてくみたいな。だから横から当たらなくちゃいけないんだ。面倒くせえ、こけた。面白いじゃねえか。でもこっから余裕なんだよ。知り耐久めっちゃダメだ。きたー。もう分かったもんね。ここで何もしなければ左が勝手に焼く。そうなんじゃないのか。そして中間決断。よし。さあ、あとはゴールのみだね。で、これはどうする。右に行っちゃっていい。大丈夫。ちょ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 。え、こんな帰れみたいな。うわ、入るで。うわ、これも新耐久じゃねえか。だからこれタイミングよくこのバブルに当たれっていう感じ。うわ、これマジで難しそう。頼むって。こくらか。うわ、マジでこれさ、バブルのやられるタイミングがめちゃめちゃ早いんだよな。こっちからか。どっちからがいいんだろうね。だからこのタイミング、いや絶対右からの方がいいよ。こくら。もう実況でもなんでもねえって。こんなのいらんて。二度も死に耐久なんかいらないのよ。ここは右ダッシュしていく。危ない。危ないだって。情けねえ声出すな。ここは2分の1か。僕は上から行くよ。こっちで合ってんじゃないの。土管に入れねえじゃねえか。そっちか。こんなの2分の0じゃんか。なら僕はこの場所で何もしないよ。で、ここがゴールなんじゃないのかい。分かってるよ。ゴールボールは見えない。ただあのツタ怪しくないか。あのツタらへんが僕はゴールだと信じているよ。だからこ、いや違うな。バカー。
前にも言ったことあると思うんですけど、ゴールポールっていうのは右から10マス目のところにあるんだよね。それを知っておくとゴールが見極めやすいかもしれません。ここはすぐ上に行った。マスターソードを取った瞬間ジャンプ連打だ。もうこれ以外ないよ。オッケーオッケー。なになにこのピッポピッポって。あー、わかったわかった。この動画を見てるみんなのところに駆けつけてるんだね、救急車さんよ。まあそれは正解だと思います。危ない。いや、いいのか。そしてドアに入っていく。ナイスパン様、いいところに出てきてくれたね。僕は何もしないよ。てめー、どこでタイミングよくジャンプ。ここ、オッケー。そしてもう一回右に戻ろうって思ったのは正解だったみたいだね。さあ、ドカに入って。いや、あのドクルマの中がゴールとかそんなはないよな。アウトオブ、下なんて書いてんのかわかんない。パイプ、土管から出ろっていう感じかな。まあそれはわかった。いや、隠しブロック。いや、これゴールなんじゃない。いや、絶対そうだ。見てて。違う。くっそ。じゃあこの右開く。え、右開く。あかかかかかかかあかんべー。みんな一つ謝っておきたいことがあります。今日の動画めちゃめちゃうるさくね。今更かよって話したんだけど。じゃあここは開いた瞬間すぐ右ダッシュ。よっしゃいや、このコースはね、古いトロールコースみたいなんだよね。多分結構前に作ったんじゃないかな。いや、それでもこのクオリティとても楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。指示が�逆になってしまったスピードラン20秒。これさ、わかるかな。スピードランとか他のコースもそうなんだけど、指示があることによって攻略しやすくしてるコースっていうのが結構あるんですよ。例えばこのサムネで言ったら、四角の右の方が切れてるやつあるじゃん。そこは何かを投げろっていう意味なんだよね。で、このコースは四角が左に空いてるから右に投げろっていう意味なんですよ。いや、これめちゃめちゃうざそうだなそれじゃあやっていこうか。クリア率は 1.84%。 まあこれはね、そんなに難しくないと思うんだよな。僕反射神経だけは自信あるから、その反射神経を活かせばこのスピードランちゃちゃっとクリアできると思いますよ。ここは右、そしてこれは矢印下って書いてるから上で、ここは下だな。で、これは左。分かって分かって集中。逆だ、マジうぜ。ちょっとガチで集中させて。これね、あんまり喋りながらやれないかもしんない、本当に。じゃあここは投げる。で、これは左に投げろっちゅうことなんじゃない。で、Z。 で、これは下に行けば、よしよし。これね、やってみたらわかる、このコースのうざさっていうのが。本当に指示が逆になってるだけで相当やりにくい。じゃあここは下に投げるってこと。これでいいんかな。そして下、上、ダメだべ。みんなこれ攻略法を見つけたわ。矢印を見なかったらいいんだ。そうだ、それでいこう。多分それだったら簡単にクリアできると思いますよ。ここは上、指示通り行くんじゃねー。多分騙されやすいんだろうな、僕って。じゃあ矢印の反対の方を喋っていくわ。上、下、上。で、これ大丈夫だじゃない。来た、中心って書いてるもんだ。これ本当にいいアイディアのスピードランと思う。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。一見普通の位置の位置だが、説明文にこの位置の位置はあいつの集団がいてクリアが難しくなっていますって書いてるんだよね。いや、なんだと思う。詳しく見るを見ればわかるんだけど、僕マジで見てないからな。まあ、僕の予想はね、クッパ死に臭じゃないかなと思うんですけどね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.72%。 いや、楽しみだね。僕こう見えてぐっちゃぐっちゃなコースとか結構好きだわさあ、何が出てくるんだろうね。まあ、最初は何も、あOh my god! はいはい、なるほどね。じゃあここは走っていかなきゃいけない位置の位置なんじゃない。ここアイテムとかあるから消すな。もうアイテムなんかに頼んね、常に走りながら行くぜ。まあ位置の位置って言ってもかなり僕やってきてるからね、もう大体道は分かってるんですよナイスとか。いいよ、すごくいい。親父のストーカーに追われる気持ちってこんな感じなんだろうね。じゃあ僕はいいって思ってしまうから、誰かストーカーしてください、そこの親父さんよ。じゃあここのブロックは何もない、もう常にブロック叩けるもんは叩いていこうか。じゃあここジャンプ、あっ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 。でもこれ勢いつけなきゃいけないよね。面白い、このうちの位置マジでたまんないね。縛りプレイゲームみたいな感じじゃん、ある意味こういうのってさ。まあ、そういう縛りプレイ好きな僕って M なんかな。まあ、M でも何でもいいですけどね。じゃあさっきどの辺でやられたっけ。ここら辺ってさっき突っかえたような気がするんだよな。いけ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 、よしよし、僕俺だぞ。ドカメッツ、次こそ絶対いけると思う。みんな見てて。だから最初から流すわけなんですけど、でさっきさ、どさくさん紛れて僕は M でもいいみたいなこと言ってなかった。いや違うんだって、僕はちゃんと S なんだって。ちょっと縛りプレイが好きなちゃんとした S なんだって。それは S だと言っていいかわかんないですけど。で、ここだ、ここ引っかからなかったらいける。ドーン、
ふざけるね、真面目にやれ。ふざけながらクリアできるコースじゃないぞここは。でさっき僕思ったことがあるんですよ。最後の階段があるじゃん、あそこノンストップで行かなきゃクリアできないと思ってた。でもね、止まっていい箇所があったんだよな。そこで一旦止まってみる。ちょっと見てて。それで多分クリアできると思うんだよな。確かこの辺くらい。この石ころがマリオ RPG してえな。マリオメーカー通したような言う言葉じゃねえよな。でも最近買おうかめっちゃ悩んでるんだよね。マリオ RPG めっちゃ面白そうじゃない。まあ難易度としてはさ結構簡単そうだけど、まあ一回やってみたいっていう気持ちがありますよ。さあここだね。ここでちょっと左に行く。これで簡単にクリアできると思うんだよな。時間は全然間に合う。さあこれでゴール。よっしゃー。いやすごく楽しい一の一でした。どうもご視聴ありがとうございます。